戦の3名、中でもインコースの5番の高橋が1番人気を集めています。そしてゼロ戦の鈴木浩二も人気の一角を担っています。10秒前です。9レースの発走でございます。スタートまで3秒前、1つ目準決勝 B9 レーススタートしました。おっと、赤旗フライングです。準決勝 B 仕切り直し再発走になります。フライング選手は勝ち上がりの権利を失いますが、2号車が点滅。お客様にお知らせいたします。2番車のフライングのため再発送いたします。再発送までしばらくお待ちください。10秒を切ります。スタート5秒前、2番鈴木浩二のフライングによりまして再発送。準決勝 B 第9レーススタートしました。ハンデゼロでは1番の木村が先手を取りました。そして鈴木浩二、10メートル線は山崎重富の順、最重班からは高橋、そして小林、岩田という並びになりました。先頭は1番の木村義則、2番手に鈴木浩二がつけています。さあ中段では5番の高橋を一発で差し切ったのは小林瑞希、中段の5番手まで上がってきています。木村のペースです。鈴木浩二、さらには3番の山崎が続いています。4番手が4番の重富、その後ろは6番の小林瑞希が今5番手から前を狙います。そして7番の岩田博美が5番の高橋の内を差し込んで今6番手に上がってきています。1番の木村のペースです。鈴木浩二、さらには山崎が続いて残りは4周回。さあ木村が逃げています。追走する鈴木浩二、道を見つけられるかどうか。3番手が3番の山崎。さあ先頭争いはここで鈴木浩二、インコースから差し切りまして先頭を奪っています。先頭は鈴木浩二、2番手には1番の木村、そして3番手は3番の山崎が粘る。インコースからさあ小林瑞希がさばいて今3番手に上がりました。残りは3周回です。鈴木浩二のペースになりました。2番手は1番の木村義則、3番手からアプローチする6番の小林瑞希。さあ2番手の木村のアウトコースから6番の小林瑞希、後ろから岩田博美も早めに4番手に上がってまいりました。さあ残り2周の終盤戦だ。ここで2番手に6番の小林瑞希、1番の木村を捉えました。先頭を逃げるのは鈴木浩二、おっと滑った鈴木浩二。ここで6番の小林瑞希、鈴木浩二を差し切りまして小林が先頭に立っています。2番手は鈴木浩二、1番の木村、さらには7番の岩田博美が続いておりまして、残り1周のブルーフラッグ。3番手争いは木村と岩田博美、現在は並走状態でありますが、蓋をしに行くのは1番の木村義則、7番の岩田博美、4番手最後のコーナーに向かっています。先頭6番の小林瑞希、どうやら優勝戦1番乗りは6番小林瑞希となりそうだ。今トップでチェッカーフラッグを受けました。1番人気は6番の五十嵐、そして人気対抗格筆頭が佐藤雄二、最重班の2人で売れました。さらにはハンデゼロ信沢も3番人気。10秒前です。10レースの発走でございます。5秒を切ります。スタートまで3秒前、準決勝 A 第10レーススタートしました。3番の高石が好スタートから10メートル前の川原の内を狙います。さあ1コーナーの突っ込み、川原の内を狙った高石、高石はやや滑った。ここで川原が抑えました。高石はちょっと流れる感じになりました。後ろから5番の春本が狙います。最終班からは五十嵐が先手を取りまして佐藤雄二最後方、先頭は信様、2番手に川原がつけています。レースは2周目に入りました。かなり勢いがいいのは川原武史であります。先頭は1番信様、追走する川原が、さあ仕掛けを試みるこの3コーナーの突っ込み、さあ大胆に1番の信様を捉えました。川原が先頭に上がっています。先頭は川原武史、2番手に信様の対戦になりました。残りは4周、2番手に交代した1番の信沢もアグレッシブにまだまだ食らいついています。先頭は川原、2番手食らいつく1番信沢です。3番手高石、後ろからインコースを刺してくるのは6番の五十嵐。この4コーナーでは4番手まで上がってまいりました。
川原が引っ張っています。1番の信沢2番手の位置、3番手は高石、4番手五十嵐という並びになっています。さらには僅差で佐藤雄二、おお佐藤雄二が五十嵐のインコースを狙いを定める。3コーナーの突っ込み、五十嵐のインコースを刺してくる佐藤、粘る五十嵐、五十嵐が被せようとしている、被せた被せた。残りは2周回、先頭は川原、2番手に信沢という体勢になりまして、3番手に攻め上がったのは6番の五十嵐であります。佐藤雄二がもう一度狙えるか、この距離感はちょっと届かないか。3コーナーではギリギリまで2番手を狙った五十嵐でありますが、1番の信沢が粘ります。残り1周のブルーフラッグ、さあ優勝戦圏内に殴り込んでくる五十嵐、五十嵐が2番手に上がる、1番の信沢3番手に交代、今度は4番手から佐藤雄二が狙いを定めた。入ってまいりました。3コーナーで佐藤雄二が3番手に上がっています。先頭は川原、もう2番手に五十嵐を捉えるか、佐藤雄二並んでくるも届かない。思想タイムは1番時計の3秒33、そして30戦大外山田が2番人気、さらには3番秋田が3番人気となりました。ロッカーポジション至近距離にいる3人の選手が人気を集めた一戦です。5秒を切ります。3秒前、3つ目準決勝11レーススタートしました。最重班は5番の真中、好スタートを切りました。1番の深澤、まずはスタートを残して逃げる体勢だ。2番手に丸山、そして秋田が続いています。1番人気の阿部剛は4番手からの競争になりました。後方からは7番の山田達也、ここで真中と斉藤をまとめて料理をしました。先頭は深澤、2番手に丸山がつけています。その外からは秋田がまくりを狙いますが、インサイドから阿部剛、さあ突破口を見出すのか。京阪勢に競り込んでいくのは4番阿部剛であります。丸山のインコースから刺していく阿部剛、アウトコースから秋田、1番の深澤が逃げています。2番手に阿部剛、そして早くも山田達也が上位争い絡んでまいりました。先頭深澤、2番手阿部剛、最短距離を回りまして山田達也3番手、ここで4番の阿部剛が深澤のインコースからここで差し切りまして先頭に上がっています。さらには山田達也が今度は優勝戦圏内に突入しようという動きであります。残りは3周回、先頭阿部、2番手に山田達也の体勢になりました。3番手は深澤、その後ろ切り返してくるのは3番の秋田ですが、1番の深澤のインコースを刺しました。さあ先頭争いは阿部と山田の勝負になっています。切り返しの体勢から山田が並ぶ、山田が仕留める。残り2周回で測ったように山田が先頭に上がりまして連勝に向かいます。2番手阿部剛、3番手に秋田、そして4番手争いは真中と斉藤の競り合いになっています。先頭は山田抜け出しました。2番手阿部剛、3番手秋田の体勢で残り1周のブルーフラッグ、山田が先頭です。2番手阿部剛、3番手から迫る足があるのか、3番の秋田、さあ2番手に並ぼうという勢い。最終バックでは阿部がリード、2番手阿部がリード、外から秋田、最終コーナーに向かっています。先頭は山田達也、2番手阿部、そして秋田が追いすがりますが、3番手勝ったのは山田達也。1番人気は中村、思想タイムは 3.31、 初戦は快勝でした。対するは10メートル外枠の吉松、ハンデチャンスです。この川口は好相性、そして20戦の外影山にも指示が集まっています。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前、12レース準決勝 A スタートしました。10メートル線のスタートに4番の武藤が迫っているぞ。武藤が10メートル前を叩いた。これは10メートル線にとっては辛い競争になった。さらには神山も5番の影山を叩いています。先頭は1番の金子、金子の主導権でレースは始まっています。2番手に武藤、3番手には3番の吉松、4番手は影山を抑えに行く6番の神山、少々流れた。後ろからは中村が影山を捉えて今5番手まで上がってきています。
先頭は金子、2番手は外を蹴っ飛ばすような感じで4番の武藤博美、2番手をキープしています。そして6番の神谷田、3番手、7番の中村も慌てず騒がず4番手に上がりました。さあここで2番手の内を狙って6番の神谷田、残れば4周回、先頭は金子、2番手は6番の神谷田の体勢になりましたが、中村じっくり慌てず、この辺りは神谷田に並ぼうとしています。2番手争いは神谷田がわずかにリード、中村3番手、先頭は金子、2番手は神谷田の体勢になりました。ぐーっとアウトコースからバイクを伸ばして中村、残りは3周回であります。1番の金子のペースでありますが、射程に捉えた6番の神谷田匠、ここで並ぶ。先頭争いはインコースから神谷田、外から中村、先頭は神谷田でありますが、じっくり余裕があるように中村は見えています。さあ残り2周回、いやいやでも6番の神谷田がしのいでいます。先頭は神谷田匠、7番の中村正人は2番手の位置。さあその外から再加速をするのは中村、3コーナーから4コーナーで神谷田に並ぼうとしています。セオリー通りに外から揺さぶって切り返しの体勢からかまった、残り1周、先頭は中村、2番手に神谷田の体勢になりました。焦点は3番手争いだ。さあ1番の金子は粘るのか、4番武藤を捉えた影山真が4番手に上がっています。最終コーナーで3番手に接近する影山真でありますが、どうか、勝ったのは中村、連勝ゴール。一つ深呼吸をしました。呼吸を整えた4番小林瑞希、3連単ではわずかに1番人気、そして3番の神谷田、スタート1本に勝負をかけてくるに違いありません。10秒前です。12レースの発走でございます。ランプが消えます。スタートまでは3秒前、12レース優勝戦スタートしました。最終半から神谷田、好スタートを10メートル前の阿部剛を並んだ。ここで神谷田が2番手スタートになりました。まずは神谷田にとってはおそらくは青写真通りの展開になったに違いありません。さあここから愛車が進んでくれるかどうか。3番手には小林瑞希、2番の阿部を捉えて小林が3番手に上がっています。先頭は川原、早くも追いついた神谷田、2番手の位置、3番手に小林瑞希、その後ろに五十嵐、山田が続いていますが、さあ進路を内側に切り替えて懐が甘くなった。川原を捉えていきました。神谷田匠が先頭に上がっています。3番手は小林、その後ろ五十嵐、山田が続いています。中村は後方6番手の位置。さあ残り4周回、神谷田が先頭でありますが、攻めは待ったなし、躊躇なしで4番の小林瑞希が2番手に上がりました。3番の神谷田が先頭だ。ここからペースを上げられるかどうかでありますが、推進力は明らかに4番の小林瑞希だ。残りは3周回、3番の神谷田が引っ張っています。ここに追いつこうというのは4番の小林瑞希。さあ完全なるマッチレースになりました。レースをリードするのは3番の神谷田、追走する4番の小林瑞希、3番手は山田達也、思想 3.28 の山田3番手に上がってくるも、ちょっと前では届きそうにない。さあ残り2周回で内に入ろうとしている、神谷田がかぶせようとしている、おっと危ない危ない、4番の小林が捉えまして先頭に立っています。神谷田2番手に交代しました。そして感激を捉えた中村が3番手に上がっています。さあ力を合わせていないのか、神谷田がもう一丁狙おうとしていますが滑った。残り1周ブルーブラック、先頭は小林、ここで勝負あった優勝争いになります。今度は2番手争いに中村が参戦だ。もう神谷田のタイヤは限界値を超えている。最終コーナーに向かっています。タイヤを並べる2番手争いは最後に中村正人が上がった。先頭は4番小林瑞希。今年初優勝、昨年の9月以来のどうやら優勝となった模様でありますが、道中際どいシーンもありました。レースの確定があるまでお手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1コーナー審判員から赤旗が上がっています。先頭でゴール線を通過したのは小林瑞希、そして中村が2番手ゴール、ナイスファイトでありました。3番の神谷田匠、2コーナーの攻防は手に汗握る一戦でした。お待たせいたしました。審議の結果をお知らせいたします。4番車は5周回1コーナーにおいて
3番車に対する反則妨害の疑いがあり審議いたしましたが失格には至りませんでした。なお5番車については審議中です。7番の組み合わせ830円、6番人気3連勝短式、4番7番3番2920円、11番人気3連勝複式3番4番。注目の結果は？